X ヘッドは、鈴木が製造したコンセプトカーである。2007年の東京モーターショーで発表された。ジムニー、エスクードなどの本格四輪駆動車や高い積載性が自慢の軽トラック、キャリーといった、鈴木の DNA を受け継ぎながらも、全く新しいジャンルのクロスユーティリティビークルとして、誕生した2シーターライトトラックである。 X ヘッドというネーミングは、乗る人のライフスタイルや価値観に合わせて様々な用途に対応する、この自動車の未知なる可能性を意味し、ヘビーデューティーな用途に耐え売る、フレーム構造に、前後3リンクリジットサスペンションの組み合わせと、LSD 付きセンターデフ方式のフルタイム4、WD に、体型タイヤ、ハイリフト化で、アプローチアングルデパーチャーアングルを拡大し、アクロでの、 高い走破性を確保している。エンジンは1.24リッターガソリンエンジンがミッドシップレイアウトされている。荷台にはバイク収納用レールやサイドパネルのマルチボックスなどを採用することでユーティリティを高めている。他にもキャンパーやレスキューといった様々な荷台ユニットをアレンジすることも提唱されている。インテリアは防水性を高めた全天候を対応とされ、 アウトドアスポーツなどの用途にも耐えうる堅牢で実用的な仕上がりとなっている。ボディサイズは4ナンバー規格内に収めている。ABCDE 鈴木株式会社企業ニュース2007年9月28日第40回東京モーターショー2007への出品概要2017年11月7日検索 ABC 東京モーターショー2007かっこいいじゃん。 新種の 4WD トラック鈴木 X ヘッド鈴木 X ヘッド YouTube の映像ありがとうございます。